では、今回はね、ウーブントのやつやってくれないと思いますね。まあ、ウーブントやるときには、ウーブント入れます。じゃあ、新しく買った PC。で、CD、焼いた CD 入れるとこんな画面出てきます。で、何選ぶかって言いますと、まあ、日本語か、イングリッシュかで非常に迷うんですけど、まあ、もしものためにイングリッシュにしてればいいですね。なので、イングリッシュエンターします。で、インストールウーブントエンターします。ちょっとずらしますね、カメラね。できます。結構かかりますね。まあしょうがないですね。まあこういうのは本当は編集で飛ばせればいいんですけど、まあなかなかうまくいかないのが世の中ですね、ということで。まあちょっとお時間かけてもらって、まあ動画の時にはもうすっ飛ばしていただいてね、変化があったところから再生してください。すいません。長くておりますね。まあ待ちましょう。待たされますね。セルアレ PC を買ってしまってもね、結構待たされますね。でこれ今入れてるのは 14.04 じゃなくて 12.04 ですね、ごめんなさい。 12.04 の古いものですね。まあ PC 古いのであれなんですけど、新しい PC は その前に言いましたよう、ね、にその時期 PC が出る時期に近いものを入れてもらうということですね。なかなか時間がかかりますね。うん、待ち遠しい。こんなにかかってしまうと。まあ、今のうちにカメラのちょっと調子を整えておきます。待ち時間が長すぎて嫌ですか。あ、なりましたね。長い。まあやっときましたね。長いな。まあしょうがないですね。まあこの辺りも結構な、他の部分も長くなるんですけどね。結構待たされますね。やっと来ましたね。あまりにも長すぎてちょっと疲れましたけど、ではこれでまた続きいきましょう。でイングリッシュでコンティニューボタンを押します。あれなんかうまくいかない。まだ頑張ってるのか機械が。
でコンティニューでも倒します。で、これもこのままで何もしなくてコンティニューでいいです。うん。で、これ前に、これ新しく買った PC じゃないのでいかんのですよね。ここに書いてありますよね。英語読めないといけないですけど、まあ、普通はインストールでそのまま書いてあるやつですね。これ私前のやつがあるのでこちらになります。あの前のやつ消してでインストールしますよ。あ、前のやつも 12.04 でしたね。じゃあ問題ないですね。ごめんなさい。この PC 14.0 かなと思ってますけど。で、もし前のやつ入ってたらこのイリーズっていうのをやってください。で、それじゃなかったら多分普通にインストールっていうのはあると思います。うん。まあ、全く新しい PC 買う余裕がなかったので、こんなふうになってます。で、これでいって、これでインストールなおですね。で、ここ日本なので日本にします。で、もうこれも何も気にせずにこのままでいいです。私昔これいろいろチェックしてたんですけど、もうあんまり気にしなくてこのままコンティニューで構いません。で、この PC の名前ですね。好きな名前にしてもらえばいいです。どうしましょうかね。なら、テストにしておきますか。で、ここにいっぱい出てきます、これ。ね。なのでこれもういらないです。後から変えられますし、長すぎても困るんですよね、実は。なのでもう簡単にこのテスト PC としてしまえばいいです。ああ、好きな名前で。で、ここですけども、ここは、いくつか入れなきゃいけないですね。まあ、私の場合は6文字入れますけども、まあ、適当にやれればいいですね。まあ、どっちにしろ見れなくて分かんないので、どっちも構わないです。こういうふうに入れます。で、まあ、で、あと、ここ大事なことは、このログインオートマティカリーチェックですね。これにしてください。で、これでコンティニューです。隠そうのものでもないですね。もう個人情報漏れないですからね。あともうこのままとはずっとインストールが終わりましたって待ちです。なのでもうこのままずっと待ってって、あとなんか余計なこと聞かれることはないと思うんですけど、聞かれたらまあコンティニューそのまま押せばいいです。とりあえず、ここで一旦終わります。また続きをやりたいと思いますね。その時にしますね。